ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は iPhone XS と言われている新型の iPhone の発売日、それから予約開始日についてご紹介したいと思います。もちろんまだ Apple からは正式にこれらの日程が発表されていませんので、あくまで噂に基づいた情報ではあります。まず新型 iPhone の発表ですが、9月12日頃になるのではと言われています。これはドイツの携帯キャリアが新型 iPhone の予約を開始するのが現地時間の9月14日になるという情報が出てきたため、 iPhone が発表されるのはそれよりも少し前の9月12日頃になるのではとのことです。この日付はドイツの現地時刻のことですので、日本時間で言うと発表が9月13日、予約開始が9月15日からということになります。この情報が本当であれば、あと1ヶ月もしないうちに新型 iPhone が発表、そして予約がスタートすることになります。デザインは現在の iPhone X とほとんど変わらず、そして有機 EL ディスプレイのほか、低価格で購入することができる iPhone 9が発表されるとも言われています。すでに iPhone X をお持ちの方にとっては、今回発表される新型の iPhone はいまいち魅力がないように感じるかもしれませんが、一つ気になる噂としてはApple Pencil に対応するのではと言われています。 Apple Pencil に対応すると言われているのが有機 EL ディスプレイを採用した上位モデルのみですが、もしこれが本当ならば、サムスンの Galaxy Note 以上に手書きでの操作がしやすいスマートフォンが登場することになるかもしれません。ということで、今回は現在噂されている新型 iPhone の発表と予約開始日についてご紹介しました。正式に発表されるまでにまたいろいろと情報が出てくると思いますので、何か最新情報がありましたら別の動画にてご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。